苦しいことみんなで乗り越えたのも演技だよ。これでも私もっと子役でさ、ひ弱な女の子を演じてきたの。先生やる前に正体バレたらお姉ちゃんの敵が打てないからね。殺先生の話だけでも聞こうよ。うるさいね。部外者は黙ってて。今までの誰より殺先生をやれる可能性がある。でもあんな戦い方は肉体と精神への負担がでかすぎる。でかっ。なんで顔だけ。先生の分身です。余裕がなすぎて顔だけ伸ばして残像を作るのが精一杯です。それはとりあえず器用だな。このままでは茅野さんは触手に生命力を奪われて死んでしまいます。一刻も早く触手を抜かなければ。どうやって抜くんだよ。先生の急所であるネクタイの下の心臓を一旦つかせます。でもそんなことしたら殺先生が先に死んじゃうんじゃ。その瞬間になんとか茅野さんの殺意を忘れさせてください。方法は何でも構いません。茅野の殺意を忘れさせるには何かないのか。暗殺のために身につけた技術、何かないのか。言ったでしょ、もっと工夫を。たった一度当てればいい。ナイフ、狙撃、茅野を傷つけるものばかりだ。何かないのか。これも暗殺の大事なテクニックよ。君のお姉さんに誓ったんです。君たちからこの触手を離さないと。おです。渚くん、今なら抜ける。言わせないよ茅野、全部演技だったなんて。 E 組での思い出、みんなで楽しく過ごしたこと、復讐しか頭になかったなんて僕が言わせない。